ハイフロータービンは通常のターボチャージャーを改造して吸入空気を圧縮するコンプレッサーインペラ部分を拡大しノーマルよりも大きな風量を導入することを可能にしたタービンのことである。通常はノーマルのタービンを分解しコンプレッサーインペラを大型のものに交換してサイズアップすることで吸入空気の流量を増やす。しかし このままでは大きな風車を回すために排気で回るタービン部分への負担が増大し、排圧が上昇する。そのため、排圧を逃がすためにタービンブレードの端を切るカットバック処理、加えてその受け皿であるタービンハウジング加工などの排圧上昇対策を同時にいてバランスをとる。カットバック処理の結果、排気のエネルギーを受けるタービンブレードの面積は減少するため、 エンジンが低回転の状態からブレードを回すのは難しくなるがタービンそのものの完成重量は減少するため回り始めるとカットバック処理なしのターボチャージャーより素早くブーストが立ち上がる。結果的にあまりレスポンスを犠牲にせず大風量、大出力を狙うことが可能になる。さらにブレードの材質をアルミ炭造製にすることで 強度を保ちつつ軸型を細くし羽部分をより拡大させることで風量を増したり、ブレードを大型化しつつ、ノーマルよりも重量を軽減させたりすることが可能になり、低回転からパワーが立ち上がりなおかつレスポンスを高めることができる。ありがとうございます。